岩井さん、はい、誕生日、誕生日ですよね、はい、もうすぐ、あの覚えててくれたんですか、<laughs> っていうか、花沢さん、前回、うん、岩井さんのお誕生日だって思ってからもう一年経ったんですね。一年経ったってことはもう一年続いてるってことです。すご,ま、すごい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。素晴らしい。本当にあ嬉しい。ね嬉しいですね。うん でちょっといいですか？ちょっといつもアナザーさん、なんですかこれ、公開でね、これね毎回。すみません公開で。あなんか紙袋が入ってますよ。はいいんですか開けて？ぜひ。あの。 岩井さんに前回ベレー帽をプレゼントして、そう、あのグレーのベレー帽をね、はい、優しい生地のやつくれたんですけど、はいえー。今回もちょっとこれを岩井さんに身につけてほしいっていうやつを。俺になんか身につけさすの好きですね。イワイさんはね、こう何を身につけても絵になるんですよ、ね。ちょっと待ってください。染めようとしてますなんか。染めよ <laughs> あ、私色に染めようとしてるんですかね、はい、私。それは恐怖ですね。<laughs> あれ、何ですか、ちょっと待ってください。はい。うわ。うわ、うわ、なんか良さそう。はい。いい、いいですよね。いいですか開けて。ぜひ。うわ。うわ、いいメガネ。おしゃれな。これをぜひ。しなる。しなる。そこですか。俺ね。花澤さん。なんですか。これね。はい。俺のために。 はいろいろ、似合いそうなやつ買ってきてくれました。そうです。いや、嬉しいな。なですか。俺ね、何のメガネでも似合うんですよね。<laughs> 悔しい。すっごい悩んだんですから、丸にするか、うん。俺ね、あの、何のメガネかけても似合うんですよね、俺ね。俺、まあ、<laughs> 本当に、あの、ベース顔なんで、あの。あそ,うかその、<laughs> 薄いんで、顔が。あ、じゃあ、うん、メガネ似合う顔なんですね。よくコスプレイヤーのすっぴんって言われるんですけど。<laughs> <laughs> 何それ？どういうパレットみたいな顔してるんだやっぱりね。ああ、なるほど。はい。いき、えー、ましょうか。あらマ、ま、<laughs> いいですね、うん。似合いますよね。似合う。うん、わかるんです。かけた感じで、<laughs> あ、似合ってんだって。うん。<laughs> なんか選びがいがないですね <laughs>。<laughs> いやでもすごいおしゃれなやつなんか、ちょっとなんて言うんだろうこの。 ちょっとね、上が角張っててねいや、ちょっとつけますわこれあぜひなんかあんまり画像検索しても岩井さんの眼鏡のそのんかが出てこなくてこれね俺もうあんまりかけないことにしてるんですよねそうなんですねかけないっていうかなくしちゃうんですよね俺物をですねでも花澤さんにもらったやつだったらなくさないだろうしよく俺の好み知ってますねでもねあっほんとですか ね、このね、あのフレームの前のところに、あの金具がないのが。ああ、ああ、そうですね。私もそう、好みです。それ。ありがとうございます。これ大事にします。あ、よかった。嬉しい。あと、なんか入ってますよね。え、あ、あ、ごめんなさい。あの、シーディー。シーデを。ちょっと。ついでに宣伝してんじゃねえよ。おい。いや、そういう流れになると思わなくて。ごめんなさい。 <laughs> 忍ばせてしまいましたあ新しいシングルですか、うん、そうなんです、新しいシングルが駆け引きはポーカーフェイス、はい、そうです、えー、駆け引きはポーカーフェイスという花澤さんがね、はい。VR ゴーグルを着けて <laughs>、えー、そうなんですよ、うん、全くできないくせにねえ <laughs> いいですね。ちょっと聞かせてもらいます。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。なんか、なんか私のもので岩井さんをこう染めようとしている感がありますね。このベレー帽をかぶって、このメガネですね。本当です。今度はなんかシャツアイテムずつ増えていくんですか。そうですね。なんか、あの。全身それでいいようにできるかもしれない。ですもしかして。アナザーコーデができるように。この漫画が熱い。今回のテーマは。 涼しくなる漫画です。涼しくなる漫画る。ホラーとかサスペンスとか爽やかな漫画とかクールなキャラが出てくるとか、うん、まあ暑いんでね。あ<ー>何か涼しくなるような漫画。すすサスペンス。はい。うん、何、うん、かありますか。私は最近あ,あ,あ一巻読みしたんですけど、ああまだあの連載中なんですけど、あ,あ,あの青野くんに触りたいから死にたい。 っってていう漫画があってすごいタイトルがめちゃくちゃインパクトがあるから覚えていてで読んでみようって思ったんですけどこれがあのすごい素朴な可愛らしい絵じゃないですかそ。うそうそうでこの感じでこのゆうりちゃんって子があのまあ高校生なんですけど。 あんまりまあ友達もいなくて男の子とも全然喋ったことがなくてああで、まあ、恋愛というものにもあの疎くて、うん、でそんな子があの青野くんっていうあの別のクラスの別のクラスかなその男の子にあの <laughs> ぶつかってちょっと話しかけられただけでああ。 やばい私彼氏できちゃうかもって思う。<laughs> <laughs> 全然経験がないから。そうそうそう経験がないからどうしようって、うん、もうそっから一言しゃべっただけで、ねうん、もうなんかこの人のこと好きだ、うん、もしかして話しかけてくれたから私のことも好きかもしれないっていう <laughs> なんかすっごいあのもう青野くんのことしか考えられなくなっちゃって<ー>彼にすごい印象を残したいと思っていきなり告白するんですよ。は早いね。そそうそしたら青野くんは青野野はで なんかあもう別に何とも思ってはなかったけどあ、うん、付き合ってみるかってなったんですよ成功パターンそうでそっから二週間、うん、あのゆうりちゃんはめちゃくちゃ幸せな日々を過ごすんです青野くんがいなかった時に私どどんなだったんだろうっていうぐらいそんで二週間後青野くんが交通事故で亡くなっちゃったうわーそんなんばっかり教えてくるじゃん <laughs> ラとかソラニーとかね <laughs> そうなんですよでクラスで優りちゃんは「あ青野くんが亡くなったんだ」っていうのを聞くんですよ。<え>でそっから「えっ?」てもうんか目の前が真っ暗になっちゃってマジで,でもうなんか「死んだら青野くんに会えるかも」って思ってああそしたら「幽霊になった青野くんが出てくるんですよ」って言って、うんうん、そっから「あの 幽霊の青野くんと優里ちゃんのなんかあのただ、まあ、青野くんは成仏できてないのでそうだねなんか心残りがあるってこと、ね、そうなんですよでなんだろうなってこう一緒にいるうちにあのね黒青野くんっていうのが出てくるんですよ何それ いきなりなんか目が真っ黒になってすっごい怖いこと言ってきたりするんですよ、うん。あでそのあいだよこれこれこれ怖いでしょ？何これなんか恐ろしいじゃん。恐ろしいんですよ。うん、でこの時の記憶とかっていうのは青の子はぼんやりとしか覚えてなくて、うん、だから自分が何言ったかとか何したかとかもわかんないんですよ。なんか暴走してんの？うん、そう暴走してんで,しょであのだから。 何か理由があるとかな、うん、何かこう呪いなのか分かんないですけどそういうものが、うん、あの青野くんにあるんじゃないかみたいな感じで、うん、あの青野くんのもともと友達だった男の子藤本くんっていうんですけど、うん、藤本くんとはい、はい、あとあの心霊現象大好きな女の子が一人いてその子と三人でこう青野くんを成仏させようっていう話になっていくんですけど。うん、そうでも 成仏させちゃうと青野くんいなくなっちゃうし、ね、そうだよねそうなんですよで一生懸命ね青野くんとなんかこう、うん、触れ合おうとするんですよね、うん、でなんかクッションを置いてそこに青野くんがふわーって言っておいでって広げたりしてぎゅてうん。うわ、ん。<laughs> したりするんですよ、うん、そっからどんどんどうどうしたらキスできるかとか なるほどねどうしたら一致できるかとか、うん、そういうのを考えていく様もなんかすごいなんかね切なーなるんですよ <laughs> そうねそうなんですよこの頃のやっぱ彼氏を突如奪われるっていうのはめちゃくちゃでかいかもね、はい、そうなんですよであの青野くんのもともとのお友達の藤本くんが、うん、ゆうりちゃんのこと気になりだしたりするんですよあ まあ、青野くんがここにいるとかなんか、ね、携帯でううその文字を打てるようになったりするんですけどちょっとコミュニケーション取れたりするんですけど、うん、だ,んだんだんだから青野くんも藤本くんとゆうちゃんが一緒にいた方が幸せなんじゃないかとか思い始めちゃって<ー>とかあるんですよゴーストゴーストみたいな、ねはい、ゴースト、うん、そうそうそうでも結構なんかたびたびその黒青野くんが出てきたりとか、うん、そのあのうりちゃんに 憑依したり、藤本君に憑依したりとかいうのを、うん、あの青野君がするんですけど。あのその度に、なんか血がすっごい出たりとか。えー、なんかね、あの。黒いね、どうやら、なんか、あの、何か命が削られていってるような感覚がするっていう。削り込まれて、ね。そう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 、それが何なのかっていうこと,とが、どんどん分かってくるんですよね。なんかちょっと。すっごいね、不気味なんですけど、うん、ピュアな恋愛をしてるんですよね。<ー>ちょっとゾッとする。 うん、恋愛漫画ですね。そうか <laughs> これは何かあるかなクール系の主人公はい、はい、関根君の恋っていうああーうわあ読んだことあるあれ絶妙にね、はい、あのよかったんですよね<ー>このサラリーマンのこの感じのスーツの数うわー好きだーこれ <laughs> 好きでしょ好きーなんかメガネも、はい、なんかその格好つけてるタイプのメガネじゃないのな。ガチメガネですね、これそう、ガガチメガネ、うんうん。で、なんか趣味で、はい、なんかこのすっごいクールであんましゃべんないんだけど、はい、趣味でちょっとなんか編み物でもやってみようかなみたいになるへね。へ<ー>ーでその手芸屋に行ったら、はいはい、なんかそこのねあの、 あおじいちゃんだかおばあちゃんだからの店主の,あの孫かなんかの、はい、女の人がいるんだけど、はい、すごいできる、はい、まあ仕事はできる男なんですけどなんか急にそのなんかあんまり喋んないんだけどそこの店員の女の子になんか手芸のことをいっぱい教えてもらったら好きになっちゃってその人のことしか考えられなくなっちゃって。 ちょっとポンコツにちょっとだけなっていっちゃうみたいな感じなの。結構なんんか苦しんでますねそそそうそうそう俺あの子になんか気持ちをどう伝えればいいのか伝えた方がいいのかとかなんかそういうねお<ー>どういうふうに思ってんだろうみたいなのをんかもうもともとすごいクールなやつだったんだけどどんどんそうなんか変化していっ,っていいんですよね。 これね、何がいいかって、主人公のこの関根くんの描き方のこの骨張った感じがすごいよくて、いいですね。そうなんです。なかなかこのタイプの人が主人公ってないんですよね。あんまり笑わないし、そう。このね筋がいいんだよね。いいな。手も大きくてね。そう。スーツがもうすごく似合う。ああいいですね。 <で>いい関根君には、はい、多分もともとかちょっと憧れてたあの学校の先輩の女の人がいるんだけどはい、はい、それが自分同級生のなんかすごい親友みたいな、はい、あんまりこのねあのかっこよくもない男と結婚しちゃってんのね、はいうん、でそれがなんかちょっとだけトラウマみたいな感じになってああなるほどそっか、うん、いいエロいっしょ <laughs> エロい、うん、いいなえ そしてなかかわいいクマさんぶら下げてそうだこのクマとかも自分で作ってたんでああ作ってるもうどんどん手芸うまくなっちゃうじゃないですかあの女の子にあげようとしてとんでもない数作っちゃうなんか怖いよ考えてる間になるほどほどほどいたりなんかしてうわ絶対好きだなこれこのね男の人の描き方がすごいねいいんですよいいですね 今井さんの、私、夏の時期に、こう、あの、みたいなって思う作品があって。うん、あの、スケッチブック。<お>そう。スケッチブックって何だっけ。スケッチブックっていう。あ、そう、スケッチブック、フルカラーズ。ズ<ー> <laughs> すっごい前にやってたんですけど。懐か,しい懐かしいですよね。う<わ>そう。<laughs> めっちゃ前じゃない。めっちゃ前です。二千。 二千年,年ぐらい,ない。あ、7年じゃないか。結構前ですね。そう。あの、これ、もともとは、あの、小涌谷先生の。えっと、四、うん、コマ漫画。なんですけど。うん、その四コマ漫。コマ漫画がよくこういう風にアニメ化されてた。そうなんです。その時期ですね。まさに。えー、この、えっ、ー、と、美術部の、あの、主人公梶原そらちゃんが。 あのすっごい天然な女の子で,でしかも人との,の,のコミュニケーションは割とこう得意じゃなくてなんか「あ」あとか「うー」とかこう言いながら結構リアクションだけ取っていてモノローグでは結構饒舌だったりするんですけどそういうかわいい女の子でなんかこう美術部のメンバーもめちゃくちゃ。 個性的ではい、はい、なんか結構ボケの人ばっかりなんですけど <laughs> ね、うん、あのなんかあんまり美術のこと熱心にはやってなくてそれぞれのなんかこう生活のちょっとしたこと、うん、学校生活もそうだしなん,かなんかそういうことをあのね 自分なりに楽しんでる人たちがいっぱい出てくるんですよいいねそう。この頃のキャラクターデザインはそうなんですよほっぺらが出っ張っててそう可愛いですよね目が大きくてこれ漫画もいいんですけどアニメもめっちゃ良くて私この頃大学生だったんですけどで梶原そらちゃんの声をやってたんですよああ、そうなんですかそうなんですよでね滑舌が悪すぎて美術部を美術部って言ってた <laughs> 採用されてたんですか。あ、いいですよ。<ー> <laughs> はい。<laughs> <ー>ケ最高ですね。そうなんですよ。なんか、うん、あの頃の夏のシーンが結構多くて、いい良さそうだね。ハラさんね。いや、なんかこのあののんびりした学校生活を、うん、その過ごしているみんなを見ると、こうめちゃくちゃ。 名古屋市癒されるんですよね。うそう、これは夏にぜひ見てほしいなって思います。<ー>本当にちょっとしたことなんですよね。はい、あの中身的にはんなんかあのあのみんなでうどん食べてて、はい、なんかそらちゃんだけこうちまちま、うん、いやなんかやってるなって思ったら、うん、あのレンゲの中に、はい、あの小さいうどんを使って <laughs> <laughs> ん作った。<laughs> <laughs> これでうどんのすべてを感じ取るなって。<laughs> <laughs> 食べてたりとかそんなの一生見たいね <laughs> そう。<laughs> そんなの一生見たいんです本当にかわいい <ああ S 2> なのでちょっと配信とかもあるのでよかったら見てみてください <laughs> ああいいですねありがとうございます <laughs>、はい。<laughs> それでは今井花沢のこの漫画がついまたお会いしましょうバイバイ